私が嬉しに入った理由は、通信の学校に通いながらでも仕事できるからです。嬉しに入った理由は、カラーがうまくなれると思ったからです。ヘア以外の講習もたくさん受けれるからです。先生がしっかりしていて、一度染めに行った時のお店の入りが良かったからです。カラーが得意なサロンだからです。作品撮りがたくさんできるからです。トータルビューティーでいろいろなことを学べるからです。メイクのカリキュラムもあって上手くなれると思ったからです。イベントのヘアメイクもできるから入社しました。スタッフのみんなが楽しそうに働いてたからです。サロンワークもイベントも充実して楽しいからです。世界一になります。神戸利用美容専門学校を卒業しました。今後店スタイリスト柴野りみです。2年半でスタイリストになりました。会社からのバックアップもあり、ニューヨークで半年間お仕事をさせていただくのです。グラムール美容専門学校を卒業した大日店スタイリストの中村あずさです。もう少しコンテストにいっぱい出場しとけばよかったなと思います。目標を決めてレッスンなどを達成させようと行動する気持ちなどをたくさん活用されてます。本当に人に恵まれたなと思うんですけど、たくさんいい人たちに本当に巡り合いました。